時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師中巻美宏と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容となっております。今日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。また YouTube でも同時に配信をしています。FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい。はい。ということで、ですね。ということで、はい、はい。3月に入りましたね。はい。今日は、今日もゲストがいらっしゃるんですけど、はい、はい、楽しい。いっぱいあるということで、はい、オープニング短めに。オープニング短めに。巻いて巻いてみたいな、はい。ということで、本日もゲストをお呼びしてます。じゃあ、本日のゲストをご紹介したいと思います。バイオリニストの、与那嶺里香さんです。おはようございます。っていうか番組夜でしたね。こんばんは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 。ということで与那嶺さんは今米軍基地の中でお仕事されてるという。そうですね、米軍基地内の音楽教室がありまして、はいはい、こちらの方で子どもたちから大人たちにまで教えてる時間が多い生活をしてますね。なるほどです。ね、すごい。やっともうコロナも少しずつ落ち着いてきて、はいはい、まあ、ちょうどもう3年ぐらい前に、まあ、東京とか行き来しながら演奏活動してるんですけど、なかなかそのおとなしくなっちゃって演奏活動が急激に、はい、なんだろう、東京の公演が中止になりましたとか、そういう話題が出てきて、はい、でこれはちょっとしばらく動けなくなるなっていうのがあったので、まあ、何かちょっと別の形で音楽ちょっと活かせることやんなきゃいけないなっていうのがあったので、うん、ちょうどその時この米軍基地内の音楽教室のお話があったので、おせっかくの機会だから、普段も飛び回ってるとなかなかこういうことやれないからやってみようかなっていうのでちょっと始めたんですけど、はい、そうですね。でもまあもう全体的にもうやっと落ち着きが出てきたので、この春からまた演奏活動ちょっと企画とかいろいろやって動き出してるとこなんですけど、はいはい、今なんか沖縄にいながらもなんかアメリカの雰囲気満載のところにおります。あ、やっぱり違いますか？違いますよね。まあでも目の前でやっぱりトレーニングしてるとか、皆さんやっぱりちょうど教室の前にすごい広いエリアがあって、芝生の、うん、ここでよく訓練というかトレーニングのようなことを皆さんやってたり、うん、で隣の方にはジムもあるんですけど、やっぱりすごい鍛え方が半端ないんですよね、体の。はいはいはい。なのでもう目の前に立つと壁になるような人がいっぱいいて、ただもう皆さん俳優さんのようにかっこいい人ばっかりで大変ですよ。もう見てて本当に、はいはい、もうなんかハリウッド映画に出てくるような方がいっぱいで、すごい。みんな外国人ってみんなかっこよく見えちゃうんだろうねって思いながら。うーん、でも基地の中はめちゃくちゃ広いんですよね。もう広すぎます。広すぎます。もう広すぎて広すぎて、もう自分が行くとこ以外はもう本当わかんないですね。もう迷子になっちゃうので、はいはい、ここ行ったら多分あそこにつながるなっていうのが全然当てはまんないんですよ。
全然そこにたどり着かなくて全然違うとこ行っちゃうっていうぐらい広くて、もう一つの街になってる感じなんですかね。いや、やっぱりこのアメリカの民間の街とはちょっと違ってて、やっぱ軍事施設なので、あ、なるほど、はい、住宅エリアとやっぱこの軍事施設っていうエリアは分かれてますから、うん、私たちがいるところは基本そのなんだろうな、うちはジムとか体育館とか、あと軍人さんたちがあの食事を取られる給食食べるみたいな食堂があったりしてるんですけど、はいはい、まあ皆さんが利用する施設がこの辺に点在してる感じで、図書館とか映画館とか、わ、映画館、映画館もあるんですよ、字幕ないですよ、全部英語ですよ。ただあのアメリカと同時上映ぐらいで本当に早く映画は入ってくるので、あ、でも皆さん映画好きだからすごい並んでますね。あと、子供たちがやっぱりディズニー映画の情報が早いですね。全然日本でまだ告知もされてないのに、なんかこれ知ってる、あれ知ってるっていうのが出てて何の話をしてるんだろうと思ったら、あとあとネットで調べたら、これまだ日本にも入ってきてないじゃんって言って、さすがだなって言って、だから皆さん早いんですよね、何もかも。 あとはもうちょっと離れたところに大きなスーパーマーケットとか、はいはい、ちょっとしたファーストフードのお店がいっぱいあったりするんですけど、はい、まあでもとにかく皆さんよくピザを食べますね。すごい、もうサイズもすごいですけど、はい、あとサブウェイっていうサンドイッチ屋さんが、はい、日本ってメニューで基本の形がメニューにあるじゃないですか、はいはい、ここ基本メニューがないんですよ、あの全部自分でオーダーなんですよ。あ、なるほど。なので多分日本人は最初オーダーができなくて、皆さんも時間かかっちゃう感じなんですけど、あ、お肉もなんか入れたいだけ入れるって感じだし、面白いですよ。だから子どもたちも学校の給食です、まあ学校によってだと思うんですけど、週1で水曜日、私の生徒は水曜日ピザの日なんだっていう子が多くて、はい、でそれ以外の日はすごい簡単なランチしか出ないって言って、はい、日本の学校に皆さんなんか一回行ってみたいって言って行ったことある子たちは、日本は給食が素晴らしいってみんな言いますね。そうなんですね。給食が美味しいし毎日違うものが出るって言って格好してましたね。大体皆さんも映画で見る感じでサンドイッチとか、サンドイッチももう中はほとんど具はないですよ、あのもうピーナッツバター塗っただけとか、あ、そういう簡単なやつを皆さんお昼に食べてるとか、うん、あとやっぱりちょっとメキシコ系の、まあ、タコスというかあのトルティーヤで巻いたようなものとかを食べてる子も多くて、うん、ね、皆さんやっぱり軍属さんは転勤転勤でアメリカ国内のいろんな施設に行かれてるようなので、その地域のまた何て言うんですか、おすすめメニューみたいなのを好んで食べてきてるようなので、逆に美味しい食べ物どういうのあったっていうのを教えてもらうことが多いんですけど、テキサスの方にあのなんかすごく大きなアメリカ軍のこのトレーニング基地があるようで、はいはい、ここは皆さん必ず所属で必ず行くようなんですけど、大体もうテキサスは南の方なのでメキシコに近いので、あの皆さんやっぱタコスをよくそこでは食べたって言って、日常もお買い物を週末なんかメキシコに国境を越えていっぱい買い物して帰ってきたよとか、やっぱり安いんでしょうね。そういうのでおしゃべり聞いたりしますけど、あの何州何州って言われてもさっぱり分かんないんですよね。この地図の形は分かるんですけど、はいはい、有名なニューヨークとかサンフランシスコとかそういう都会の名前はだいたいこの辺だなって分かるんですけど、はい、州で言われると分かんないんですよ、どの州があるっていう。
みんなすごいですよね、あんな50週も覚えて。すごいですね。もう今度向こうに移動なんだとか、この前あそこから来たんだよとかっていう話されても、最初はもう全然地図がイメージできなくて、この場で 手でアメリカ合衆国の形作って、 これのどの辺って言って指さしてって言って教えてもらったりしてる感じですけどね。もうなんか すごいよな、峰さん、トークが面白くて。すごいよ、ね、ね、本業バイオリニストでいらっしゃるんですよね。そうですね、確かね。確かそうですよね。確かバイオリン持ってたような気がします。そうですね。大体私とだからおしゃべりで初対面の人と演奏してる姿が初対面の人って、別人でそっくりさんとか双子の兄弟がいると思ってる方が結構いてですね。結構面白いですよ。自分でもびっくりするんですけど、通りすがりに街とか歩いてたら、突然パッてサラリーマンのお兄さんが振り向いて、バイオリンとか弾いてたりしますかねって言うなるほど。すると、ああはいって言うと、ああ買い物とかするんですねって言われたり、誰がじゃあ代わりに買い物してくれるんだよと思いながらとか、あとはまあ一度びっくりしたのが、デパートの中でエスカレーターすれ違いざまに、お姉さんが声かけてくださって、はい、あとはバイオリン弾いてるお姉ちゃんよね、公設市場で普段働いてるのって言われ、公設市場で働いてないなって言ったら、そっくりな人がいるんだよ、会ってきてって言われ、なんかそういう風に言われたり、あとなんか全然なんか似てるけどバイオリン弾いてる人に似てますねって言われたり、なんか似てるって言われたら、なんかもうそう思っといてもらった方がこの方幸せなのかなって思って、そうですか、私はちょっとよくご存じ上げないんですけど、そういう方がいらっしゃるんですねって、白を聞いたりしますけど、ね、それくらいなんか印象が違うようで、バイオリン弾いてる時とか、まあ以前オーケストラとかやっぱちょっと厳しい表情で弾いてたりとかもあったので、なんかちっちゃい子とかはなんか近寄りがたいなって言って寄ってこない子もいたんですけど、おしゃべりするとその子もなんかポカンとして、さっきバイオリン弾いてたお姉ちゃんなのみたいなそんな感じになったり、皆さんなんかすごい、なんか知ってる知り合いのおばさんたちは逆に私のコンサートに来て私が喋らない様子見て心配しますね。もう今日は全然喋ってないけどあんた大丈夫とか、いやバイオリン弾いてるときは喋んないよっつってそんなのでよく知り合いのおばちゃんたちには変な心配されますね。それぐらいなんか違うらしいですよ。ただよく番組とかで二十何時間愛は地球を救うとか、すごいロング時間の番組とかあるじゃないですか。はい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 、私自分で思うんですけど、全然3日間ぐらい余裕だと思うんですよね。あ、おしゃべり、はい、もう24時間なんて普通じゃんっていうぐらいのもうなんか私と多分しゃべってずっと疲れないのは明石家さんまさんぐらいなんじゃないかって思って一人しゃべるの好きですね。すごいですね。多分口から生まれたんじゃないかってうちの母親も言うんですけどずっと喋ってますね。喋るのも好きだし食べるのも好きだしっていうな感じです。いや今日この番組24分っていうお話だったんですけど、全然いいですよ。次の番組さんなくなっていいんじゃない。そうですね。FM ビジョンさんどうでしょう。番組内で交渉しましょう。そんな感じです。でもそもそもバイオリニストを目指されたきっかけは何なんですか。そうですね。バイオリニストというか、小学校多分1、2年生ぐらいの時にテレビでオーケストラのバイオリンの演奏してる姿を見て。うん、これやりたいなって思って、
はいはい、ずっと親にせがんでたんですけど、まあやっぱりバイオリンってそんな子供に買い与えるおもちゃっていうものでもないし、金額もそんな安いもんではないから、まあそれをやりたいって言って 1,2 回やってもやめたって言われたら親としてもたまったもんじゃなかったでしょうから、すぐにはさせてもらえなくて、で2年間ぐらいもうずっと毎日言い続けて、これやりたいこれやりたいって言って、で私物作るのが好きなので、ゴミ捨て場から段ボール拾ってきて、段ボールをテレビで見たバイオリンを思い出しながら段ボールにバイオリンの絵を描いて切り抜いて、で確か紐みたいな弦が4本ついてたなって言って、それを縞ゴムってご存知ですか、普通のなんだ薄茶色いゴムですけど、よくお弁当とかに止めてる、はい、ゴムを切ってこの段ボールに貼り付けて、はいはい、でもゴムだと引っ張ると張力が強いので、その段ボールもちょっと曲がっちゃうので、首と肩の間にその段ボールのバイオリン挟んで思い切りグニョンって伸ばしてでそれを親の前で一生懸命弾いてみせて、それで母親がもう根負けして、そんなにやりたいんだったらやるっていう話になり、でちょうど私家が中城村ってとこなんですけど、そこは中城のジュニアオーケストラっていうのがあって、兄が先にトランペットをやってたので、うん、まあそこあるからそこでバイオリンやれるみたいだからやってみるっていう話になり、うん、それでやっと小学校4年生になるかぐらいの時にやっとバイオリン買ってもらって、うん、習い始めたっていうまずきっかけがありましてでもね、始めた頃からバイオリンやめたいって実は一度も思ったことがないんです。はいはい、そうなんです。だけど他のことにもいろいろ興味があって、でずっとトロンボーンっていう楽器も吹奏楽でずっと小学校6年生から高校の3年までずっとトロンボーンも並行して吹奏楽もやってまして、うん、であと琉球舞踊も中学生ぐらいまでずっと習って、バレエは1日の見学で断念しました。バレエやっぱ衣装に憧れたんですけど、ちょうどトーシューズ履くトレーニングをやってる時に見学に行ったら、みんなもう最初トーシューズ履いて立つの大変で、みんなあれご存知ですか、トーシューズの中指まっすぐって知ってました？まっすぐなんですね、痛いっていうのは聞いて、私ちょっと曲げてると思ったんですよ。そしたら全然曲げてなくて、指先をなんかぐるぐるに固定して靴下の指先だけ切ったようなものを当てて、足先をトントンって詰めて履いてるのを知らなくて、そのトレーニングで泣いてる子たち見て、あれ見てうちの母親に帰ろうって言ってもうすぐに断念しましたけど。なのでバイオリン以外にいろいろなんかやってみたいことをなんかとりあえず一通りやらせてもらえた感じで、はいはい、でもずっとバイオリンはやめたくなくて、で、まあ、高校になってからですね、この、まあ、先生とかにどうすんだこの先って言われ、どうするんだって、何をどうする話してんだろうっていうさっぱり分かんない話してんなと思いながらまあ大学はその音楽大学に行くのか、それとも普通に音楽じゃないところに行くのかっていう話をされて、はいはい、いやバイオリンやめるつもりはないんだけどなっていうとこからも音大に向けての準備が始まり、だからずっとだ一番今までで練習したのって大人になってからかな。子供の頃はもう練習も大嫌いなのにやめたいって思ったことがなくて、親は多分いまだに私が練習してる姿あんま見たことないと思います。まあ、あれですよ、鶴の恩返し状態で夜な夜なみんなが寝静まってからやるので、おうっすらなんか聞こえるなぐらいで親は聞いてるみたいですけど、でもなんか何やってんだろうねぐらいな
だから大学入るまでは多分親の前で弾いてる姿見せ、まあ、演奏会とか発表会とかは聞いてますけど、家で練習してる姿って見たことないってやっぱずっと言われましたからね。まあでも練習嫌いな割にできないっていうのが悔しくて、はいはい、なので先生に見てもらった後とかはなんか自分でもなんかあまりのできなさの時にはもう悔し泣きしながら帰ってバス停でずっと泣いてたこともありますけど、うん、すごいですね。そうなんですね。そういうのはあるんだ。でもバカですよね。練習しないのにできるわけないじゃんねって言いたいんですけど、今なら練習嫌いのくせにできないのはなんか嫌だったんですよね。なのでどんどんやっぱ年重ねるにつれてやっぱりその練習が必要だなっていうのをなんかちゃんと実感していくようになるというか、なんとなくやれてたことがなんとなくじゃやれないものがいっぱい出てくるんですよね。そういう意味でやっぱり練習が必要になったっていう感じもありますけど、まあそっからはもう全然もうずっともうあとは東京の方の音大も受験して、はいはい、そこで受験した時に8人ぐらいしか生徒を取らないところに120〜130人応募でバイオリンが来てて、沖縄でこの人数見たことないんですよ、同じバイオリン弾く子たちを。同じ年ですからね、同級生でバイオリンを沖縄で同じお部屋の中に120〜130人っていう人を見たことなくて、東京の受験に行った時にそれでもう面食らっちゃったっていうかびっくりして、こんなにいっぱいいるのかと思って、でももう弾いてる様子見るとみんなうまい子いっぱいいるし、楽器ももう私が持ってる楽器の何十倍も高価な楽器を持ってる子たちもいっぱいいるし、すごい世界だぞっていうのをこの受験の時に思い知る羽目になるんですけど、はい、でもなぜかそこ大学合格しちゃったんですよ。おお、すごい。すごい。不思議なんですけど、ただまあその時合格発表と次に沖縄県立芸術大学ってところがまだそこも受験する予定で、はい、まだそこは受験日がな始まってなくて。私立の方が先に決まってたんですけど、その大学合格決まってたところのもう今日までに返事くださいっていう日がちょうど県立芸大の一次試験があって、で一次受けた後にあなんか沖縄の大学いいかもなって一瞬思ったんですけど、私はもう東京行く気満々で、ただその日になって父親から交渉が入りまして交渉が始まったんですよ。いや沖縄の大学に行ってくれるんだったら運転免許のこの講習費用は全部父ちゃんが出すけどどうだ沖縄の大学にするかっていう話と、もう私が免許っていう話をしたら、じゃあ分かった、最初の車は買ってあげるっていう話が出て、よしじゃあ免許取る費用と車代出してくれるっていうのは悪い交渉じゃねえなと思ってそれですぐにこの東京の大学に電話をして、すいません、せっかくワードこうやって合格させていただいたんですけどちょっと辞退させてくださいっていうのを電話して、なんかすごい向こうの大学の事務所の人たちも沖縄から生徒が来るってみんなで大喜びしてくださってたようで、すごく電話を受けた事務所のおじさんがすごい残念がってて、どうして何か不安なことがあるの、みんないろいろ教えてあげるよとか手伝ってあげるよとか言ってくれたんですけど、まさかね車で交渉したので車選びましたとは言えず、ひとまずもう電話口でもう丁重にお断りしてで沖縄県立芸大まだ合格発表もまだだったんですけど、もう合格はもう多分一緒に受験した子たち全員大丈夫でしょうっていう受験会場でみんなで仲良くなっちゃってそしたらやっぱりみんな合格で、はいはい、あったっていうところで、もうめでたく大学も合格し、あの免許も取りに通えて教習所も行けて車も買ってもらえてっていう構想に見事ハマった感じで沖縄の大学に行くことになりまして。これあれですね、あと3日ぐらいかかりますよね、このお話聞いたそうですね
からこんな感じですね。まあそれで大学は進んで、はい、まあそこでちょっとすごい、やっぱ沖縄の大学ってすごい恵まれてたのは、その当時まだ音楽学部ができて3年目ってとこだったんですよ。県立芸大は美術の方が先に立ち上がってまして、でその後に音楽が追加された感じなんですけど、まあそこ設立当初はやっぱ大学は建てるためにすごい名前のある先生方がいっぱいいらしたので、もう日本を代表する演奏家とか美術の有名な先生とかがいっぱいいらして、だから東京に行くよりもすごいいい勉強ができたなって今もうすごく思うんですけど、東京行ってしまうとそういう先生たちのレッスンって簡単に予約が取れないと言いますか、そういう先生が沖縄に来てくれたりしてたので、まあ、北京でいらっしゃる先生以外に定期的に指導に来る先生もいたんですけど、なかなかそういう方のレッスンっていうのは東京行っても時間作ってもらえないっていうのが多かったんですけど、沖縄に来てくれてる間は先生たちも沖縄から出られないので、もうずっと見てくれるんですよ。なのでもう普通のレッスン1時間弱しか見てもらえないの、沖縄にいると2時間でも3時間でも見てもらえるっていう、すごいありがたい環境だったので、今思えば本当沖縄をそのまま残って勉強をやれてよかったなって思ってます。そうなんですね。まあ、東京の大学は女子大だったので、そこ行ってれば多分今よりももっと女性らしくなってたと思うんですけど。いや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 。いやいやいや、もっとお上品に、ね、なってたと思うんですけどね。うん、米峰さんのそのこえ何ですかね、実際に演奏を聞きたいって言った時にはこの先何かありますか、コンサートや。そうですね、はい、実は3月の、25日に、はい、久しぶりに室内楽というちょっと3名で演奏する演奏会を行うことになってまして、はいはいはい、そうなんです、北谷町の二来センターという会場があるんですけど、そこのホールにすごくいいピアノがありまして、そこは、はい、それなのになかなかあまりクラシックの演奏会で利用されてないなと思って、ぜひこの会場を使ってみたいなと思って、今回チャタンの二来センターの中にあるかな、はい、ホールの名前は確かカナイホールって言うんですけど、はい、ここで3月25日の土曜日の、はい、昼ですね、2時半からはい、クラリネットとピアノとバイオリンとで、私が今回はバイオリンとビオラっていうちょっとバイオリンよりも一回り大きな楽器も両方使って演奏します。はい、じゃあぜひぜひラジオをお聞きの皆様も25日に参加していただいて、はい、クラシックではあるんですけど、モーツァルトの作品を多く演奏するんですけど、はい、でも昼間の演奏会で皆さんにぜひ身近に音楽を生活の中に取り入れていってほしいなという思いで企画したものなので、はい、まあ、料金も2000円でかなりお安く決定しましたので、うん、これから春夏秋冬で開催していけたらなという思いで立ち上げましたから、うん、ぜひお越しいただけたらと、コンサートのですね、はい、名称がですね、春の午後のコンサートという名前で、はい、出ております。分かりました。はい、コートアプレさんとかでチケット売ってますし、会場でももちろん当日でも全然座席余裕ありますから、ぜひ皆さん土曜日の午後にゆったりと音楽楽しみにいらしてください。はい、分かりました。すごい楽しいお話ずっと続いておりますが、ちょっと一旦、はい、そろそろお時間となってしまって、はい、なので多分ね、ずっと多分1週間ぐらいとかマンスリーで私話さないと終わんないですよ。そうですね、終わんないですね、これは。これはもうそんな感じです。はい、じゃあぜひまた10回ぐらい来ていただいて10回でなんとか収まるように頑張ります。なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございます。今日は柳峰理香さんに来ていただきました。はい。はい、はい、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。18時に終わりしましょう。はい、おやすみなさい。